ようございます。7月17日日曜日の朝です。3連休の真ん中、天気もあんまり良くないし、家でゴロゴロしたいわという方にぜひおすすめします。ゴロゴロって言いながらずっと固まって床やソファーでテレビを見ているっていうことがありがちなんですよね。今日は本当にゴロゴロしていただきたいので、ゴロゴロのすすめのレッスンをしたいと思います。では仰向けになってください。床に体を預けてください。呼吸を楽にして、体と床との接地面に気持ちを向けてください。体を床の上でもぞもぞ動かしてください。意外ともぞもぞ動かすのも簡単じゃないことがわかりますね。では動きをやめて両膝を立ててください。右手で右膝、左手で左膝を外から抱えるようにして持ってください。そして膝の力を抜いて、手に足の重さを預けるようにしてください。力を抜くとどうですか？膝と膝が離れていって、手に足の重さがかかってきますか？この足の重さを利用して、右の足に重さを乗せて右に傾いたり、左の足に重さを乗せていって左に傾いたり、ゆっくりこの動きをやってください。できるだけその傾いていかない側の足はただ力を抜いておくだけ。右に行ったり左に行ったり、この時にお尻の丸さや背中、あばらが丸く動くように、そんな風に想像して、右に左にゴロゴロと傾けてください。呼吸は楽に、一旦力を抜いて両手両足を床に預けてください。ゆっくり呼吸をして、体の力抜けたなと思ったら、また両膝を立てて、右手で右膝、左手で左膝を持ってください。膝と膝は開いておいて、重さを手に預けてください。今度左膝で左側に重さを乗せていって、床に左膝がついたら、そのまま右膝が左膝に力を抜いておけば左膝に重なってきます。で、横向きになって呼吸をゆっくり2回3回してください。力が抜けたなと思ったら、右膝が天井の方にも持ち上がっていきます。他のところは力を抜いたまま、そうするとある瞬間左膝が床から浮き始めます。そしたら一回戻ってください。
左膝が床から浮いて、力を抜いておくと左膝が右膝に連れられて床から浮いてきます。そしたらまた右膝は左膝の上に戻してください。この動きを何度か繰り返してください。右膝がリーダーになって開いていきます。左膝は力を抜いとくだけです。そうすると自然と床から持ち上がってきます。そしたらまた戻る。お尻の丸さや骨盤の動きに気持ちを向けて、左足が力を抜いているのに動き始めるのを感じてください。今度は右膝はそのまま、左膝が浮いても右側へ動いていきます。左足はただ連れられていくだけ。右膝が右側の床についたら、左膝は力を抜いて右膝にかぶさっていきます。今度は左足がリーダーとなって、左足が天井に向かって浮いて、右膝が床から浮き始めたら左膝また右側に戻ります。左足が右膝を連れていって少し動き始めたら戻ります。右足は力を抜いたまま動いていくのを観察してください。右膝力抜いたんだけど、左膝が動くことによって右足は床から浮き始めます。この力を抜いてんのに持っていかれる感じを何度か味わったら、そのまま左足は左側の床に向かって、右足はそのまま力を抜いたまま左足に重なっていきます。これを交互に繰り返してください。両膝が床についたら2回くらいゆっくり休んでください。で、力が抜けたら天井側の床が動き始めて、後から追いかける膝はただ力を抜いておくだけ。この力を抜く、床に預けて力を抜くというこの時間がとっても必要です。頭はどう動いていますか？リーダーになっている膝と同じように逆側に向かって転がっていくでしょうか？こうやって何度かゴロンゴロンと体を床の上で転がすと、お尻、背中、肩、頭、力が抜けたまま床の上で心地よく転がりませんか？まるで床で体がマッサージされているような心地よさを感じるかもしれません。
では両手両足を床に預けてください。床の上の体、床と体の接地面、最初に比べて何か変化がありましたか？体をもぞもぞ動かしてください。最初に比べてこのもぞもぞやりやすくなったでしょうか？では動きをやめて起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか？床の上でゴロンゴロンして、今日一日がゴロゴロと休まりますようにと言っているうちに、空は晴れてきました。暑くなりそうです。良い休日をお過ごしください。ではでは。